非常にまあこう安定した対局が藤井さんずっと続けられていたというところがまあこの結果につながったのではないかなというふうにもまあ思っています。まあ、藤井さんの存在というのはまあかなりその将棋界の歴史の中でもまあ特異な存在であるというような認識を持っています。